皆さんおはようございます。今遅刻朝8時です、皆さん学生の方々にはまだ起きてないようなんですけど、朝練の時間なので今から早速起こせようかなと思いまして、早速行きましょう。皆さんおはようございます。起きてますでしょうか。皆さんおはようございます。朝練の時間なので起きていただければと思います。おはようございます。いいです。できれば5分以内起きていただければと思います。はい、よろしくお願いします。失礼します。皆さんおはようございます。もしもーし。はい、おはようございます。皆さん朝練の時間なので、はい、できれば5分以内起きていただければと思います。はい、お友達を呼んで。あ、やばい、よく動いた。お隣の2人の蓋起きてますけど、あ、小池さん寝てます。起きていただければと思います。起こして。え、朝練何人いるんですか。俺と横くん。え、朝練って2人じゃないですか。朝練全員ですね。全員。はい、全員だ。はい、おはようございます。朝練の時間なので起きていただければと思います。うん、はい、朝練の時間。はい、さっきの一番奥の方は誰でしょうか。見えないけど。気になりやんす。ん、うん。寒ないっすか、この部屋。めっちゃ寒いよ。ゆうくん起きて。おしゃれんじゃないですかね。え、もう11時やで。どうだった。ゆうくん、うん、はいよ、何してんの。いや、皆さんおはようございます。ミニゲーさんからの伝言がございますので、こちらの動画をぜひ見ていただければと思います。学生の子たちはもう体力ないから甘えてるし、ちょっと朝走ってこい。朝走ってちょっと体鍛えて、また練習してください。ゲームを頑張って。ということで、ミニゲーさんからの伝言ご覧いただきましたが、いかがでしょうか。皆さん、今からジョギング行きますので、大丈夫そうですか。大丈夫です。なんか、結構寝起きの感じですね。じゃあ、皆さん、そろそろ出発しますので、一緒に行きましょう。じゃあ、出発します。見てください。あ、びっくりした。いいのこれ。いや、大丈夫なんですよ。うまっ。どうかです。めっちゃ思いついてます。今スタート地点通過。
んなめっちゃ元気だな。スタート地点がゴージー、ターニングゴージー。はーい、うわシャワー浴びてる。みんなゴール。シャワーやってるの。はい。大丈夫ございますか。大丈夫ございますか。ちょ、馬死んだじゃん、どっか。帰ってこい。そういうこと。死んだ。誰かパッキリ入れたい。どの状態や。パッキリ入れたい。はい、ということで、ジョーキング、予定終わったそうですけど、僕はほぼやばい状態なんですけど、皆さんどうですか？全然、いや、今日は。余裕ですか？はい。もう一周回しますか？3周ぐらいで。おー、さすがです。ちょっと待って。他の方はどうですか？ちょっと待って。まあ、朝食召し上がっていただければ、今から後ほどプロの方が行くようになります。では、少々お待ちいただければと思います。はい、課題は終わりましたか？終わりました。終わりました。終わりました。簡単でしたか？簡単でした。あ、本当ですか？本当です。じゃあ、昨日の課題が2000ダメージだったんで、はい、今日の課題は、15キル。15キル。反対に15キル。3点に15キロですか？これ3000ダメぐらいになっちゃいますね。なるな。はい。わかりました。ちょっとミニゲさんに教えてもらいます。シートや。頑張ってください。はい。課題が長すぎたな。いや、終わりませんでした。あれ？マジ？長すぎや。見える。2連で終わりました。3連はいけませんでした。3連無理か。じゃあ何しようかな。次は4連勝。4連勝。マジっすか？マジで4連勝。うん、いける。通常俺と一緒にやる。通常俺3キリしたし、だからそのまま4連勝。え？課題終わりました。終わってないです。終わってない。終わってないでもめちゃめちゃ惜しかったか、もう絶対無理だったか。1キルしかしてない。1キルしかしてない。昨日の課題が 200m 以上の敵を10キルなんですね。1キルしかできなかった。2時間で1キルでした。じゃあ 100m 以上の敵を15キルいけますか？たぶんいけます。たぶんいけます。はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。課題は終わりましたか？はい。簡単やったんですか？はい、一瞬5000ぐらいいって長くなりました。なるほど。割とじゃあ簡単やったってことで、じゃあ次は、そうだな、仲良くなったレンドと、通常のクインテットで2連勝、はい、連勝で、また仲良くなったフレンドインシアがあったらどうするんですか？また仲良くなった子を連れてきて、はい、頑張ってください。フレンドいっぱいいた方がいいと思うんで、はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。課題終わりましたか？いや、もうめっちゃやったんですけど、あと3キロぐらい。じゃあむっちゃやったのは知ってる。だって家じゃないの、部屋見に行った時ずーっとやってたもん。そう、いや、いけそうなんですよ。
マジで赤尾さん切る4キロぐらいなんで、うん、今日1日あればいけると思う。じゃあもう一回やっとく。はい、もう一回やります。ちょっと悔しいんで。31キロ。あ、31キロ。あ、1キロ増やす。じゃあ31キロで。はいはい、おはようございます。おはようございます。課題はどうでしたか？教えていけませんでした。すみませんでした。どんぐらいでしたか？あと9は1キルできたんですけど、ダメージがあと300ほど足りなかったです。自分自身的にいけそうですか？いや、無理です。無理ですか？だから7キルで、はい、1300でしたっけ？最高1200です。1300ダメでお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。課題はクリアできましたか？はい、できました。じゃ あ、まあ次の課題は、まあ、僕に2回勝ったので、うん、ちなみに課題簡単でした？いや、ギリギリですね。ギリギリ、よかった。じゃあ、まあ、僕に2回勝てるまで頑張ってください。頑張ります。はい、自分がやろうと思ってる講義の内容は、プロゲーマーになるためにはっていう講義をしたいと思ってます。ちゃんとしたコミュニケーション能力だったり、その結構プロゲーマーって社会不適合者みたいな言われがちですけど、ちゃんと活動時間もあるし、決められたことは守らないといけないし、例えば発言なんかプロになってスポンサーがついたらすごい厳しくなってくるので、その辺のマナーとかモラルをきちんと守れるような人間じゃないと結構やっていくのは厳しかったりするんですよ。まあ、どうやってお金を稼ぐか、ゲームが終わった後セカンドキャリアとかが結構難しかったりして、そういうところでも、まあ、自分がセカンドキャリア何に向いてるかとかを考えながらやらなきゃいけないし、生きていく中で一番簡単なのは雇われなんで、会社に入っていく方が圧倒的に楽なんですよ。自分でやってるともうなんか税金とか保険とか、なんかその辺全部身の回りのことは自分がやらなきゃいけないんですけど、会社に入ったら身の回りのことをある程度会社が負担してくれたりするんで、そういった面でも楽なことばっかじゃないよっていうのは伝えておきたいなと思います。まあ、その中で皆さん人がいるかわかんないですけど、講義始めます。ランドマークの授業についてで質問はないですか？ランドマークの強い弱いってどういうところで、そのアプリ後の何ヶ月かの暗示のやり方、アプリの方が強い、なんか右下の日と左上の日と右上の日みたいな、その時勝ちチーム大体決まってる。運ゲーランドマークの取り方はね、相手にあと2年は降りるって言ったら基本的に取れる。おすすめ。いかないときも降りね、全部の試合。マジ取れる。取れたことないランドマークないの。あとあれとかってなんですか、あのランマーかぶせるだけに意識してる置き方みたいな。これだか、基本的に1回目いきなり降りたら大体勝ってるから。サッカーとかやったら、サッカー4枚、ドーナツ1枚、そっから相手が対策してくるから、その対策を、あれに枚数かけるだけ、対策してきた動き。それか、車だけでパックで逃げるか。おすすめ。そのランドマークから出られへんくなるから、うざいでしょ。別にやりきらんでいいし。おはようございます。おはようございます。今回ですね、僕が講義するのは
ズバリ指切りでございます。皆さん指切り知ってますか？指切り、うん、何ですか指切りって？指を通る、あの、動感覚で。そう、指切りというのはですね、一定のリズムでダン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 ってやっていくことを指切りって言うんですよ。知ってます？知ってますね。で、じゃあこの指切り極めると何がいいかっていうのがまず1個ありましてですね、この指切りが例えば一定間隔にできてないと、こうですね、どこに見せばいいかな、ここですか、こう、こう、わかります？このドットが中距離の時とかにドットが跳ねちゃうんですよ。なんで、じゃあこれをどうにかしてドットの跳ねをなくせば、打ってる時に常にドットがもう動かずに打てるんで、まあ、中距離のキルがしやすくなるよっていうのが指切りなんですけども、まず指切りの練習法がありまして、まあ最初この M4 っていうふうにね、皆さん知ってますよね、 M4 好きですか？はい、M4 好きですか？そんな好きじゃなくて、このじゃあ M4 を使っていくんですけど、まずね、まあ、最近はね、なんか連打とか流行ってるんですけど、まあ、僕は指切りの方が好きなんで指切り紹介しますけど、まず M4 は2発で打ちます。これ2発しか出てないの分かります？最初はこの2発出すっていう感覚を覚えますと。で、ゆっくりでいいんで、最初ゆっくりでいいので、ちゃんと2発出す感覚、はい、2発ずつ入ってますね。これを最初練習します。で、だん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 これを速くしていきます。最初はデンデンデンのリズムだったじゃないですか。それを次はこのくらい速くしていく。で、これができるようになったら次はこのくらい速くしていく。で、4段階目はわかります？これ常に偶数でね、止まってるんです、数字が。で、こんくらい早くできたらもう最後はこのスピードでやっていく。なんで、多分最初からね、この速いスピードでこうやってやろうとすると多分難しいんで、もう本当にゆっくりでいいんで、ちゃんと2発ずつ出すんですよ。で、これは、まあ、M4 に限らずとも、まあ、クゴも一緒で、 M4 を練習するときは多分オリジナルの銃声、オリジナルの方が入れやすいんですけど、クゴは多分ニューの方が入れやすくて、クゴも2発ずつで大丈夫です。ダダンって。で、これもクゴも速くしていきます。ちょっとですこのくらいできなったら、このくらいのスピードで、最後にこのスピードでやっていくとって感じです。で、一番大事なのは、まあ、早く指切りすることも大事なんですけど、結局早すぎてもなんか一定、指切りが一定じゃないと、早すぎてもダダダダダダダンみたいな感じになったら、その分の音がダンって上がっちゃうんで、まああんまり早い、一番速い指切りを目指すんじゃなくて、常に一定の感覚でダン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 ってできるようになれば、まあ割と綺麗に打てるんで、音が分かりますか？なんかこのドットを見るんじゃなくて、練習の時は音を聞くんです。音あんまり繋がってないとこんな感じの銃声になるんですよ。でもちゃんと綺麗に繋がってると、こうやって音が途中で切れたりせずにできるんで、それを目指してください。うまい、うまいな、やっぱ
いいね。2分ぐらいですか、あれ。2発でだったら200円なんですけど。200円。うん、うまい、うまい、うまい。最初ね、めっちゃゆっくりで。じゃあ、あ、じゃあそれ押しすぎ。ここは、常に風水なんだけど、押しすぎ。今また、3発いっちゃったじゃん。うん、はい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 、いいよ、いいよ。そんな感じ、そんな感じ。そしたら、次もうちょっとつけてあげる。うまい、うまい、うまい。そんな感じ、そんな感じ。で、それをもうちょっとずつ、ちょっとずついいから上げていくっていう。例えば、こうやって打ってる時に、途中で止めてみる。途中で止めてみて、偶数だったら、指切りできてる。もし奇数だったら、指切りできてない。3発とか出ちゃってるところだから。だから、自分ができる限界のスピードで指切りしてみていきたい。で、途中で止めてみる、残り20発ぐらいのところ。本当に、もう一人偶数。で、もう一回拾わして、もう一回止めて。そうやって、でこれがもしきついだったらダメだから、はい、そんな感じで練習して。わかりました。 OK、 頑張れ。あ、よろしくお願いします。じゃあまあみんな練習すると思うんで、まあ、そのいつも通りっていうか、まあ、普通に楽にやってもらっていいんですけど、まあ、個人的には、まあ、コミュニケーションっていうのを、まあ、その大事にしてて、自分の講義内容、まあ、この小屋ボードってゲームは、まあ、基本的にリーグ戦とかは、まあ、クインテット5人1組のチームになって、まあ、戦う競技なんで、まあ、やっぱり、味方と、試合の最中とか、まあ、試合の終わった後の反省会とか、あとはまあ試合前のミーティングとか、まあ、どの場面でもやっぱコミュニケーション、人と喋る機会が結構多いゲームなんで、まあ、結構その本戦、三大リーグの本戦とか、まあ、そういう、上のチームになってくると、まあ、やっぱり、コミュニケーション、普段からの、まあ、会話とかが、まあ、結構大事になってくるんで、まあ、チームに入ってる人とかやったら、多分そのチーム内の人とは、まあ、結構喋れたりとかはあると思うんですけど、チームの人と、まあ、例えば、まあ、昼スクワットとか、あとはそうですね、まあ、ゴール隊のクインテットとかの助っ人とか行ったらあんまりうまくしゃべれんとか結構あると思うんですけど、そういうところとかでも、まあ、積極的にしゃべっていくとか、まあ、知らない人としゃべれるようになると、まあ、より荒野行動、うまくなるんじゃないかなっていう、まあ、普通に理由としてはやっぱ知らない人と出ると、まあ、なんていうんですかね、自分の考えてたこと、まあ、が、別の視点から見れるみたいな、まあ、そういうところとか、いろんな人から喋、ることによって、その、こういう人は、まあ、自分とはまあちょっと違う考え方をしてる、こういう考え方もあるんやみたいなのを、まあ、より、なんていうんですかね、吸収しやすくなると思うんで、掛け声の仕方とかを、まあ、覚えれると、その、チームの雰囲気も上がるし、そのチームの雰囲気が上がると、逆に今度は、なんていうんですかね、ちょっと強気なプレーとかして、まあ、ミスっても、まあ、味方が、まあ、もっとどんまいって言ってくれたら、まあ、次つなげれるプレーとか、まあ、次はこうしようとかでもっとそのいいコミュニケーションが発生すると思うんで、まあ、そういうふうにそのチームが落ち込むときとか、その萎える時とかを逆に、その盛り上げれるような人になれたらなって思います。はい、俺の本日のテーマは、まあ、立ち回りについてですね。まあ、俺は何だろう、まあ、チームの、まあ、オーダーっていうか、まあ、指示を出すポジションにいるんで、まあ、立ち回りとかを主に決めてるんですけど、まあ、それについて話そうと思います。で、まあ、競技シーン出てない人もいるかもしれないですけど、まあ、出てる人もいるんで、まあ、話そうと思います。で、それで、まあ、立ち回りなんですけど、やっぱり打ち合いとか、まあ、そのまあ、打ち合いも大事なんですけど、やっぱり一番大事なのって立ち回りで、そのやっぱりどれだけ終盤に人数を残せるか、まあ、それは通常マッチとかも同じなんですけど、まあ、どれだけ人数を終盤に残せるかっていうのが大事で、
まあ、ただ単純にその火力があっても打ち合いが強くても意味がないんですよ。その中盤に生かさないと人数を、そうで、その中盤の人数の生かし方みたいな感じなんですけど、まあできるだけ俺は第一アンチとか第二アンチとかは敵、まあ、敵と戦うことをで避けてるんですよ。まあそれなぜかというと、まあアンチって第一アンチ、第二アンチ、第三アンチ、第四アンチ、第五アンチ、第六ぐらいまで多分あるんですけど、まあそのまあアンチがずれたりするんで、まあ正直第一第二とかでやり合ってもメリットがないあんまり自分たちに。まあリーグ戦とかなら、まあ、キルポイントとかがあるからワン、まあかけなければメリットはあるんですけど、まあ結局やっぱり一番でかいのって1位取ることなんで、まあ、やっぱり人数残して KO を取った方が、まあ、ポイントとかは絶対 そっちの方がいいから、まあ、できるだけその自分にデメリットが少ない立ち回りを、あ、まあ、俺は考えてますね。そういいチームになるためにはやっぱ終盤に人数を生かして、まあ、どれだけ頭使えるか、まあ、役割分担とかもあるんですけど人それぞれの、まあ、どれだけ頭使って終盤に人数残してまあ、戦えるかっていうのが俺は大事だと思いますね。まあそのどうしようもない時とかやっぱあると思うんですけど、まあその時はもうみんな、まあ全員の動きがバラバラにならずに一つになって、まあそのと、まあその建物内に突ったりするのは全然いいと思うんですよ。そのやっぱりバラバラになるのが一番良くなくて、しっかりチームとして意見をまとめてこう行こう、ああしようってなって突入、まあ、その突っ込む判断にするとかは全然いいと思います。でもやっぱバラバラな意見のままそういう一人一人が違う行動しちゃうと絶対ダメだと思います。はい、皆さんこんにちは、パイスミノアピーです。今回は僕の、チーム作りについてなんですけど、僕は、まあ、お休みを作ったのが2020年の3月なんですけど、そこから約2年8ヶ月ほど、2年4ヶ月ほどでプロになって、まあ、チーム自体もそんなに入れ替わりが少ないチームでやってきたので、結構すんなりうまくいったんですけど、やっぱな、解散するチームっていうか、強くなりづらいチームっていうのは、人の入れ替えが激しいチームなんですよ。1ヶ月に何人も抜けるとかそういうチームがやっぱり多いと思うんで、やっぱそこは本当に固定させてチームの粘土を強くするっていうことしかできないんですけど、まあ、僕自身も本当にチーム変えたの1回しかなくて、1回もその本当に前のチームが解散してそのチームをもう1回集めたのが、まあ、お休みだったんで、本当にチーム変えたことがないのが僕だったので、本当にチームの本当にメンバーをいかに長くいさせることがかが大事ですね、僕の中では。まあ、あとは自分まだ18歳、今年19歳の代なんで全然知識も何もないんですけど、一応チームリーダーって肩書きで一応やってるので、そこを大変なんですけど、まあ、年上の人もいるだろうし、そこは自分がまとめるっていう意識とまとめなきゃいけないっていうのがちゃんとあるので、そこはもう年上年下関係なくチームを引っ張るような勢いでやっていけば、どんだけその 今予選レベルの人たちもいるかもしれないんですけど、絶対本戦に行ける力は持ってると思うので、そこはもっと自信持って行ってもいいかと思います。はい、譲るっていう精神が必要ですね。折れる心が大事で、自分の考えも言いながらまた相手の考えも尊重しなきゃいけないっていう、そういう考えでやっていかなきゃ絶対ずっとぶつかり合ったままでチームってうまくいかないんですよ。必ずどっかで崩れちゃうんですよ。でもそこを良くすることによって長続きするし、そこでちゃんと粘度も上がるし、それで僕たちはまあこうやって本当にマジで無名で誰も知らない人たちしかいないチームでも一応プロチームにまでなれるよっていうことを、まあ、伝えたかったですね、僕は。はい、
どうも、ディレクトのチームリーダーの竹山聖雲です。今回の講義内容は、僕が一番得意な近距離の使い方についてちょっと講義していこうかなと思います。僕、そのメインストリートとかめちゃくちゃ、その指導先の、課題も一発で負けちゃうくらいなんですけど、大会の近距離すごい強くて、その大会の近距離のコツっていうんですかね、もうその大会ってまず近距離で枚数乗ってくれば絶対設定立てるゲームなので、その近距離のコツっていうんですかね、それを今からちょっと講義していきます。で、まず、近距離のコツ、その1、武器を全員短期間で持ちましょう。ツナで見せつんのやめましょう。はい。近距離っていっても、いろんな戦い方あるんですけど、ステージだったりジャンプしちゃったりしゃがみしちゃったり、あるんですけど、この今の時代、短期間中持って射撃ボタン連打するだけでも大体勝てます。はい、敵に対してひたすらただ連打する、それだけでも大会の近距離の勝率グーンって上がるんじゃないかな、はい、思います。あと、やっぱりもう一個、俺が大事にしているのは、ディーンで射線管理することなので、やっぱり近距離ディーン使えたら全然被弾ももらえずに2枚目も、体力状況有利で戦えるっていうのもあるんで、ディーンを練習する。そのディーンの練習の仕方なんですけど、メインストで一生ひたすら右ディーンと左ディーンを一生し続ければ、ディーンは上手くなりますし、そうですね、メインストで、とりあえずメインストで右ディーンとか練習しておけば、大会の近距離とか自然に強くなるんじゃないかなって思いますね。あとはやっぱり慣れ。基本、5割その短期間中で射撃ボタン連打5割の、他キャラコン5割って思ってくればいいんですけど、ちょっと状況に、そこはもう本当慣れるしかないんで、皆さん大会出ていただいて、近距離の戦い方とかは慣れてもらうしかないんで、近距離さえ磨けば、近距離さえっていうか、ほぼ近距離最強なら、どのチームでも、どのチームとか、上位チーム目指せると思うんで、頑張ってください。今日の夕食について話があります。運営の方と話して美味しい自然薯のお店を食べに行くことが決定しました。ただし学生の方には条件があります。今から7人全員シングル行ってもらい、全員が5キルできたら美味しい自然薯のお店に食べに行きます。ただしできなかった場合は行けないです。シングル見えるやつか。いや、普通のシングル通常行って、うわ、それだから、そうですね、みんなで自転車だけで行けるように頑張りました。学生ならさ、全然食べていけるように皆さん頑張ってください。こいつどこに持ってるの？うまい。どこだよ、ここ。
めっちゃ似てる。あと2枚で終わりやん。はい、ゴキルです。ゴキル。避難園児負けんなよ、お前。幻です。学生の皆さん、シングルの大賛でした。目標達成できなかった人、手を挙げてください。はい。まあ、その、自然薯、なんかクリアできなかったら、まあ、食べに行けないっていう話だったんですけど、まあ、その、クリアできなかった2人が、プロの相方に対して、まあ、謝れば、全員食べに行きます。じゃあ、 クリアできなかった人は一度立ち上がって結構怖いだろうな。怖い結構容疑者とか見たことない。おもない正義のここが謝罪してる。めっちゃ怒ってる。通常マッチ2キルしかできず申し訳ありませんでした。いやなんかね、疲れたわ。がっかりやね。でもそれでもなんか増えんのかなーって自然薯。なんか自分あきこさんはどうなんかな。それで食って満足なんかなと思うけど。俺はいいの。食べます。いいらしい。いいらしい。さっきや。そこバチバチやろ。これ。通常マッチ、元だと思ってた時に、そういったのに聞こえたんですが、申し訳ございませんでした。うん。うん。遊びじゃないですか。俺たち、真剣にやってるから。まあ、謝罪だけだし、今日。気がかからない。でも、君、一番の課題もクリアしてない。難しかった。ごめん。今からどこに行くんですか？なんか自然薯？自然薯でーす。自然薯？食べに行くらしいです。やったー。ちっか。いや、お前何始めちゃう。いい感じだけど。何目俺ないっすよ。俺もらってないっすよ。お前、お前、どんなことすんな。はい、ライザー。いけ、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 おら。よし、多すぎる。枚数多すぎる。あれ、クソ多すぎる。ケントしてほしい。え、終わったの？
坂下、坂下、頑張れ、今裏。いや、もう無理や。投げる、投げる。グレ投げられてる。激しいんだ。はい、危ない。よし。本当だよ。よかった、こんなに勝った。先ほど7対7 の、 あの2回目終わりましたけど、皆さんどうしましたんでしょうか。なんか昨日全力で当たって学生さんたちにあの実力見せるかなとおっしゃったんですけど、どうしたんですか。いやー、油断してました。油断してます。成長してますね、彼ら。彼ら成長してます。強くなってます、この1日で。ネタバレの中で成長してました、やつら。おいや、まあ、実は僕たち結構その学生とメンストとか団体やってるんですよ、空き時間。あいつは強くなってます。どうですか、最初より。そうだ、あ、まあ、とりあえず明日の明日学生をボコボコにするために作戦会議しようってことですか。そうですね、なんか対策ありますか。対策ですか。はい、無駄書きをなくす。おお、まあ連携ですね。まあみんな個人で言ってるんで今、正味連携しっかりしとればもう余裕っすね。なるほど、個人で言ったらボスしない。真逆。やめな、あの新谷さんはお担当ですね。もうやめ。明日ご褒美とかないっすか、罰ゲームとか。いや、特にないですけど、はい、どうしましょう、用意しますか、罰ゲーム。それあったら、うん、ね、バシバシになります。おお、なるほど。じゃあ僕も考えてきます。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、明日多分罰ゲームの7対7最終回あると思いますけど、ちゃんとプロの実力を罰ゲームさんに見つけたいと思いますから、ぜひ頑張っていただければと思います。頑張ります。はい、ということで先ほどの7対7なんですけど、皆さん見事勝利したことでおめでとうございます。いや、いや本当にこの、あの今2日目なんですけど、プロの方々からあのコメントをいただいて、皆さん結構成長したかなとあのプロの方々からあのおっしゃいました。で、どうしましょう。もともとは明日朝で、最終回の、長々な行いたいと思いますけど、その前に皆様を、作戦会議を取ろうかなと思いまして、もはや今、プレッシャーは多分、フォローの方々のところに行ったんですけど、どうですか、アンナ、なんか、フォローの指導をちゃんと、実践に活かせるんですか。あ、はい。はい、なるほど。そうですね。まあ、例えば、じゃあ伊藤さんは19で結構強くなった感じですか。やり方、そのコツを教わったんで、それがまだ、うん、できるようにはなってないんですけど、はい、それがまあ前よりはやり方とか分かったので、これから上手くなるためにいろいろ知れたので。明日以降もっと上手くなれてる。なるほど。今日試合拝見させていただきましたけど、結構まあプロの方々はバラ売りなんですけど、バラ売りで皆さん結構なんか大人数で勝利と戦ってる感じで、これで勝利だったんですけど、これ作戦で誰が考えたんですか。まあ、近くに味方いたんで、3人ぐらい集めて戦車で行っていこう。なるほど、ね。まあ、結構素晴らしいと思いますから。まあ、明日、先ほどボロさんおっしゃったんですけど、プロ、全力で出しますので、確保してくださいみたいな。そして、プロもし負けたら、多分、罰ゲーム受けると思いますから、皆さんぜひご期待いただければと思います。で、明日もぜひ頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。合宿って、やっぱ、こういう頑張るとこじゃないですか。ですよね。間違いない。紅葉を頑張る。そうだね。ヒデさんね。じゃあこれカットカットしなくていいっす。紅葉、はい、頑張るとかと思うんですよ。はい。なのに、なんか昨日夜、部屋行ったら。おお。見てるだろ。
運営さんよ俺何ヶ月も言ってんの